元メジャーリーガー。先日巨人は新助っ人にメジャー通算198本のホームランを放ったジャスティン・スモークを年俸6億1800万で、96発のテームズを1億2500万で獲得しました。しかし日本のプロ野球ファンはこれまでも MLB で実績のある元メジャーリーガーが来日しては裏切られた歴史があり、ネット上ではジジイ2人とってどうすんのよ、パーラの二の舞、6億とかアホといった2人の活躍を疑問視する声が上がっているんです。そこで一つの疑問が生じました。助っ人外国人のメジャー通算ホームラン数は全く当てにならないんじゃないか。というわけで今回の動画は MLB 通算ホームラン数が多い選手が活躍する確率を検証したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。選手評価。今回助っ人選手の評価は里崎チャンネルドラフトスカウト編成総チェックで使われている里崎指数で評価し、 A 評価以上の成績を残した選手を助っ人として期待通りの活躍したと定義します。 A 評価の基準は打率3割以上、ホームラン25本以上、75打点以上です。なお現在里崎チャンネルで行われている助っ人外国人スカウト編成総チェックで使われている指数は21年1月10日現在まだ評価基準が明かされていないので今回は使うことができません。活躍の確率。メジャー通算80発以上のホームランを放ち、2010年代以降に来日した元メジャーリーガーたちをまとめた表がこちらです。もちろんですが全員 MLB 最終年で成績を残せなくなっており、30代で来日しています。里崎指数で A 評価以上の評価だった助っ人は10人中3人、前評判通り活躍した助っ人の確率は 30% でした。前回の動画で KBO さん助っ人が活躍する確率を検証したら 28.5% だったので、それよりも高い結果となっています。またある程度の戦力になった B 評価のギャレットやボーアを合わせると 50% まで上昇します。個人的には元メジャーリーガーはユーキリスやゴームズなどクソ助っ人の印象が強いので、大体活躍しないと思っていたのですが意外すぎましたね。ただメジャーで実績のある選手の年俸は総じて高い傾向にあり、年俸に見合う活躍をしているかどうかは微妙です。成功の秘訣。13年に来日し4番打者として楽天を初の日本一に導いたアンドリュー・ジョーンズ氏は、日本で成功する秘訣をいかに野球に専念できる環境を自分で整えることができるかが大事だと語ります。私はアメリカでそれなりの成績を残してきた、ただそれと同じやり方を日本でいきなりできるかといえばできない。そこでアジャストが必要になるんだ。球場の外では違う言語の中で生活をしなければならないし、違う習慣文化があって、その中でグラウンドに来ていかに野球に集中して取り組めるか、その環境づくり、自分の中でのアジャストが大事だ。確かにジョーンズ氏の言う通り、日本で成績を残した助っ人はチームメイトと打ち解け、自ら積極的に日本語や文化を吸収しようとする姿勢が見えますね。2013年 WBC オランダ代表でジョーンズ氏と共に戦った経験を持つ現ソフトバンクのバレンティン外野手は、ジョーンズ氏が楽天に加入したことによりムードメーカーとしての役割を担い、星野監督と若い選手の壁をなくしたと語ります。いいプレーの後、ジョーンズが星野監督の尻を叩いたり遠慮なくハイタッチをしたりする姿を見ることができ、それによって若い日本人選手たちがリラックスし、いい雰囲気を作り上げることができたのではないでしょうか。逆に日本で結果を残せなかった元メジャーリーガーの行動について振り返ってみると、元楽天ケビン・ユーキリスはメジャーでこそ高い制球眼で地球のギリシャ神と称されるも、日本では開幕してすぐに左足かかとの痛みを訴え帰国。帰国後は笑顔で古巣レッドソックスのイベントに出たり、当時流行していたアイスバケツチャレンジに挑戦するなど、故障離脱中の選手とは思えないほど精力的に活動し、結局そのまま退団、現役引退となりました。同じくクソスケットの代表例ゴームズも開幕してすぐに家庭の事情を理由に帰国、そのまま退団となりました。その後現地の取材に応じ、退団理由について、言葉のせいでチームメイト全員と会話ができないということが嫌だったんだ、ドッカーの前で一人座っていてダッグアウトでも同様だったし、会話をすることができなかった、自信も恐ろしかった、もし何かが起きた時自分はコミュニケーションが取れないと語り、チームメイトとのコミュニケーションに問題を抱えていたこと、そして自信に恐怖を感じていたことを明かしたと言います。成功選手のポイント。ジョーンズ氏はもしスカウトとして日本に選手を連れてくるならば、選手を選ぶポイントはどこに置くのかという質問に対してこう語っています。仮に私がスカウトするならば、一番重要視したいと思うのは海外でのプレー経験があるかどうかだね。
ラテンの選手はアメリカでやっていること自体が海外での経験になるが、アメリカ人の選手ならばどこにでも構わないが、アメリカ以外でプレーしたことがあること、海外のプレー経験というのはそれだけ違う文化、違うスタイルの野球にアジャストするという経験をしているので、それが日本に来た時すごく役に立つと思う。アメリカの野球しか知らないアメリカ人選手が日本に来て失敗しているのを僕はたくさん見てきたからね。確かにこの中で A 以上の評価を得ている助っ人は全員アメリカ以外の出身。クソ助っ人の代表例、勇気です。ゴードンは海外経験がありませんでした。21年から NPB 入りするヤクルト・サンタナはドミニカ出身。テームズはアメリカ出身ながら韓国に渡った経験を持ちます。一方ジャスティン・スモークはアメリカから出たことはありません。というわけで今回は MLB 通算ホームラン数が多い選手が活躍する確率を検証させてもらいました。今回調べてみて分かったことは、30代後半で来日し日本で結果を残せずに帰国した選手は総じて引退しています。現役生活最後に日本で人稼ぎしようという思いが見え隠れしますね。力を落とした30代後半の元メジャーリーガーに手を出すのは個人的に危険だと感じました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。